ウポラオール。はい、今回はですね、タクヤと雪深海の道超激ムズをね、こちらをちょっとね、まあ、挑んでいきたいんですけど、今回はですね、まあ、一応、まあ、攻略っていうか、まあ、動画ね、見てみて、まあ、どんなキャラが出るのかっていうのを把握したので、今回はね、こちらでね、挑んでいきたいと思います。まあ、ほとんどがね、ちょっとね、まあ、無課金で、できるような編成なんですけど、まあ、上の2体、トーテムと、アーティストに関しては、ちょっとね、天使のね、天使に強い、まあ、無課金枠が全くないので、今回ちょっとね、まあ、天使用としてこの2体をねちょっと代用して、今回挑んでみたいと思います。で、まあそうですね、まあ残り8体は、まあ普通に無課金で作れるような編成なので、まあそうですね、まあレアキャラなので、まあそこまで、まあ作れるか、まあ意外と作れる、パーティーなので、まあ、それでもね多分クリアできるかわかんないんですけど、ちょっとね、挑戦していきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。挑戦。よし。どうなんだろうね。序盤からどう来るのかがちょっとわからないんだけど、まあ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 、大丈夫でしょう。あ、もう来る？マジで？これ、タクヤだよね。タクヤさんだよね。どういうんだろうね。ちょっと待ってよ。ちょっとね、いまいちわからないな。こいつ属性ないよね。基本的には。この後何が出てくるかちょっと怖いんだよな。多分大丈夫だったよね。ちょっと記憶が曖昧だから何とも言えないけど、多分ね赤い敵と天使が出てくるのは覚えてあるから、まあそこまでね何とかすれば。そうだね、まあとりあえずジェムの代用としてね、今回はね猫マッチを使用しておりますが、まあなかなかね、こやつも強いのでね、なかなかおすすめですね。で、ちょっとここら辺でね、ちょっと、キャラダメしないとまずいかなっていう感じはする。うん。ちょっとね、ボス戦で一気にガンガン攻めていきたいから、とりあえずちょっとね、そうですね。まあ、まだ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 、大丈夫だな。ヌークとか出すのね、ちょっとね、時間を置いてからにした方がいいかな。で、そろそろちょっと天使に使えるキャラクターを出していければ、そうですね。いけるかな。どこ、マッチョどれくらい重なったかな。お、タクヤやられたね。よし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 。まずい。よし、出す。多分ね、ちょこっと触れるだけで多分出てくる気がするから、オーラ出てきた。よし、じゃあ攻めましょう。どうだろうね。こっからだよ。いけるのかいけないのかが、ちょっとね。まあ一応とりあえず天使に強いキャラクター2体連れてあるから、まあなんとかはなるかな。あとはね、ムートも第三進化できればね結構楽になるのかな。どっちなんだろうね。まあ第三進化と第二進化の使い道がね結構ね、まあ場面によって変わるからね、そこがちょっと難しいところかな。まあいいや、とりあえず適当に、じゃんじゃん出していければいいかな。もうやられちゃったか。マジか、えぐいな。やばいな。結構えぐいね。でも今のところちょっと金には余裕はない。あるかな。大丈夫かな。あー、微妙だな。結構ちょっと強くない？意外と厳しいね。どうなんだろう。今回ね、結構ね、そうですね。攻めてる感じかな。まあだって超激エリア枠をね、今までね、ガオーとかに頼ってたんだけど、今回はねちょっとね、それも良くないなっていう感じで、今回はね、まあ、バルキリーとムート使ってるわけなんですけど、まあそうですね、まあ意外とね、まあこう意外とね強いっていうのがね今回分かりましたね。やっぱり舐めてはいけないな、ムート。あ、やばいかな、ちょっとまずいかな。やばいね、どんどん溶けるぞ、こっちが。何が？まだやれてない。ロックバックはしてるから、どうなんだろうね。ちょっと頼むよ。ミュート崩れたら結構終わるから、そのことを考えると、とりあえず、どうなんだろうね。ちょっとキャラダメしないとまずい。いや、ちょっと待って、財布貯めて、剣士さ、邪魔だよね、だいぶ。やばいね。ちょっと待って、ミュートもうちょっとだから、やられても多分大丈夫かな。ちょっとこの辺でお財布ダメしよう。怖い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 。あ、なんだよ、さっき溜まっちゃった。よし、とりあえず撃つ。撃って、
で、ムート2体目出せれば、多分もうこっちの勝ちだと思うから、あ、やばい、やられた。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。怖え、超怖え。よし、2体目。さあ、行こう。ここで、ムート、あー、やられた。いやー、まあ、いっか。厳しいね。なんだよ、2体揃って攻撃すればさ、絶対いけると思ったんだけど、やられちゃったか。ちょっとね、そうですね。どうだ、あ、微妙だな。頼むよ。まあ、ここら辺までやられるのは結構想定内だから、まだ大丈夫かな。まだ許せる範囲。さすがにね、どっちか一体やられてほしいな。頼むから。やられてくれないと結構困るよ、こっちとしても。やばいね。結構ね、天使がね、うざいからね。天使にね、強いキャラクターがいればね、結構楽なんだけど、ちょっとね、やっぱりね、天使に特化してるキャラクターがいないとやっぱ厳しいかなっていうのがあります。やばいね。結構ゴリラやばいね。あ、待って、ムートやられたんだけど。やべえ、あかんな、これ。一番あかんパターンだわ。どうしようかな。え、待って、こいつクリティカル出すの。あ、違う？クリティカルじゃないか。待って待って待って。全然見てなかったけど。いやー、めっちゃ長期戦だけど、これ多分怪しいな。超怪しいんだけど。ちょっとそろそろ、あー、結構天使出てくるんだな。これで終わりだと思えばさ、厳しいよね。どうしようかな。超微妙だよ。やばいね。やっぱりね、どれだけ超激レアが強いのかっていうのがね、結構痛感されるよね。やばいね。頼りすぎだよ。やばいな。ちょっとゴリラ来てないのがまだありがたい。ちょっと来てたらだいぶエグいから。あー、ちょっとムート溜まってきたな。よし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 。頼むぞ。頼むぞ。頼むぞ。天使がさ、もう嫌なの、本当に。ちょっとどっちかさ、片割りぐらいやられてくんないかな。頼むよ。ちょっと。ちょっと結構やられてくれないと、いやー、ちょっと困るよ。よし！さあ、ここでね、やられたら多分もう俺終わりな気がする。せめて1体は、倒せれば多分、まあ、光は見えてくるけどノックバックはしないんだよな。やばいよな、本当に。2体出てくるってさ、意外と厳しいよ。せめてさ、1体だけにしてほしいんだけど。頼むよ、マジで。そっちかよ。そっち？マジで言ってる。怪しい、怪しい。俺、待って、こんな長期戦結構久々かもしんないな。こんな、あー、やばいね。すげえ、やばいよ、これ。超緊張してるよ。やばいね。全然さ、待って。急にさ、ノックバックしなくなったんだけど。もう終わり？まさか。あー、わかんないな。ちょ、財布も厳しいしな。さっきのさ、犬、なんだろう。なんかトイプードルみたい。トイプードルだった？あれだ、あれだ。なんだよ、ノックバックしてやられねえのかよ。ふざけやがって。マジで？もう、きついよ。だいぶ厳しいね。で、この犬心が結構ね、財布をね、ちょっとね、潤してくれるから、まあ、とりあえずね、この犬心がやられれば大丈夫。まあ、若干。よし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 。動き封じてないじゃん、そういえば今思ったけど。全然封じてない気がする。もうやられたよ。やばいなぁ。せめてさ、待って、やばくない？HP 高すぎでしょ。それとも攻めが弱いのかな。難しいね。
こんな長い戦い久しぶりだわ。よっしゃー、やっと一体だよ。あー、終わったー。終わってねー、まだ一体残ってるわ。いるわ、全然。で、タイミングよくムートもう一体出せればいいんだよ。あともうちょっと、あともうちょっと、あともうちょっと。よし、あれ終わった？見てなかったよ、もう。いやー、よかった。終わった、終わった。あー、疲れた。これ何分かかったんだろう。いや、だいぶかかってるよね、時間。やばいね。いやー、疲れた。よし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 。OK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 。ちょっとね、バルキリーがね、あんま活躍しなかったのかなっていう感じはするよね。はい、ドロップ報酬レアキャラ、タクヤとユキ、第3形態ゲット、合計レベル20以上で進化可能ですって、多分、あれ？第3形態？あ、俺持ってるから第3形態できるんか。はいはい。で、初クリア報酬。あ、やべ、スタミナ微妙だったけど、まあ、いっか。うん、最近こういうこと多いんだよな。そう、スタミナがあるのに、まあ、これでさ、スタミナ全開。これでさ、モンストみたいにさ、プラス、カンスト分プラスさ、スタミナで増えてくれればね、ちょっといいんだけど、そこをね、なんかやってもらえると、ミスでね、まあ、その全回復した時の、まあ、そうですね、まあ、そうすれば、まあ、なんて言えばいいんだろうね、まあ、あーっていうことはなくなるかなっていう感じはします。もう何言ってるかわからない。はい。まあ、そんな感じで、今回はね、タクヤと深海の道超激ムズをね、今回、ほとんど、まあ、そうですね、まあ、2体以外をね、まあ、無課金で、やってみたんですけど、まあ、結構ね、こんな攻められるとは思ってなかったんですけど、まあ、無事ね、クリアできてよかったかなっていう感じはします。ではね、今度もね、そうですね、まあ、無課金編成で、まあ、極力ね、まあ、勝てるようなステージがありましたらね、まあ、挑戦していきたいと思うんで、よかったら見てください。ってことでね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。